12月21日の前場の取引が終了しました。日経平均株価は昨日に比べて28円27銭高の 19,522 円80銭ということで、小幅ではありますが続伸しております。最も時価総額ベースで全体のマーケットの動きを表しますトピックス東証株価指数は 0.01 マイナスで 1552.35、 小幅マイナスで終えました。あと中身、東証一部の値上がり銘柄数が全体の 33% の673銘柄にとどまったということでして、逆に値下がりが 51% を占めます1163銘柄ということで、値上がり銘柄よりも値下がり銘柄の方がかなり多かったという前場の商いでした。にもかかわらず、まあ日経平均小幅ではありますがしっかりということですから、指数絡みの売買が入ったと、インデックスの買いが入っていたということが言えるかもしれません。日経平均株価、朝方から買い先行で始まりました。昨日の海外、特に欧米、ヨーロッパですね、でこちらで銀行株などが買われたという流れを受けまして、外国人買いが先行して始まりました。日経平均株価、朝方の比較的早い段階、9時20分過ぎに 19,592 円と、昨日の終値に比べて100円余り上昇する場面もありました。ただそれ以降は高値警戒感、短期の過熱感なども徐々に意識されて、上値では戻り待ち、利益確定売りなどに押されて上げ幅を縮めたというのが今日の前場の動きです。中身見てみますと、今日は主力のところ、トランプラリーの初期の段階で買われていたような銘柄がまた物色されてきたというのが一つ特徴として挙げられるでしょう。具体的に言いますと、自動車ですとか、あとは金融のところ、で金融に関しまして、特に銀行のところはですね、昨日のヨーロッパのマーケットで懸念されておりましたイタリアの銀行3位、モンテディパスキデシエナ、いわゆるモンテパスキの経営健全化に向けた増資計画が今大詰めを迎えておりますが、これがもし増資が失敗した場合であってもイタリアの政府が公的資金で救済する準備に入ったというふうに伝えられまして、ヨーロッパの銀行株が大きく買われました。でこれを受けてアメリカでも金融株が買われ、そのまま東京市場にもこの流れが波及したという形です。代表銘柄として三菱 UFJ フィナンシャルグループ8306は、今日は東証一部個別銘柄では売買代金トップとなっておりまして、 ETF を除いて個別銘柄で売買代金トップで小幅高という商いで終えております。他にもあとは主力のところですと、自動車株、トヨタ自動車7203、こちらもしっかりでした。他にも日産ですとか三菱ですとかスバルですとか、このあたりも自動車株も総じてしっかり。為替は大きく動いておりませんが、こちらは昨日アメリカのマーケットで最大手の GM が小型車の減産を行うという発表を行っておりまして、自動車株が総じて海外でもしっかりだったという流れが東京市場にも波及した動きと見ることができると思います。新興市場は高安まちまちでしたが、今日 IPO 銘柄はいずれも買い気配のまま全場推移したということで、こちらにも資金が流入しておりました。以上、全場の模様、東証アローズからお伝えしました。